大家好、原野隆文と申します。50歳です。日本の静岡県の出身です。2021年にここ中国山道に来ました。今山道屋歴の技術部門の、部長担当しております。山道屋歴は2009年9月に正式に立ち上がり、山道で13年の歴史を持っています。13年以来、我々は絶えず技術的な革新を追求。2012年から新エネルギー自動車ワイヤーハーネスの生産を開始しております。現時点、屋崎中華圏グループのリード工場になっています。新エネルギー自動車産業の未来が明るく、発展がますますよく、山道のようにますます栄えていると信じています。说到漳州的繁华，您觉得哪里比较有代表性呢？一番印象深いのはロンウェンクのワンダですね。はい、うん、行ってみましょうか。はい、行きましょう。私この近くに住んでるんですよ。でね、見てもらえば分かるんですけど、ね、すごい綺麗な場所で、もう見渡す限りもう高いビルばっか、高層ビルばっかり。でね、私前住んでた時ね、こんなとこなくて、もうすごい都会だなって思います、ね、今住んでるところがね、うん、其实啊十年前这里也并不繁华，只是普通的田地而已。随着漳州的快速发展，2012年万达在此开业，现在这里已经成为了由大型商业中心、高级商务酒店、商业街、甲级写字楼以及高级住宅组成的城市综合体。哇，この10年間でそんなに変わったんですか？はい、そうです。有吃到什么漳州特色美食吗？ここはね、日本ではね、食べれないものっていうのがたくさんありますね。はい、那现在呢就让我带你去吃一碗漳州特色的烧仙草吧。行こう。はい、はい、どう？美味しいですか？うん、美味しい。はい、好料。好料。はい、好料。南道はね、いい街だと思います。まあこれからもね、時間があったら、まああちこち行って、残土をね、あちこち行って満喫したいなと思います。